はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは第4章、セリカの方もやっていきましょう。セリカは別にこのまま進んでいけばいいのかな。まあ行こう。死人の沼って書いてあったな死人の沼の戦い。不気味なところね。ここは死人の沼と呼ばれているそうよ。死人か。ジメジメして気分の悪いところだな。さっさと敵を片付けて先に進んじまおうぜ。そうね、そうしましょう。安定せよ。え、どうかしたか、セリカ。今誰かが私を呼んだような。そうか、俺には何も聞こえなかったが。そう、気のせいかしら。うわ、なんか毒の沼地みたいになってんな。毒沼ダメージ5。わあ、そういうところか。魔戦士もいるんだ。魔戦士厄介だよね。魔法が効かないからな。ガルシア、こいつも金貨を持ってんね。待った方がいいのか。ここは森40か。まあ、多分ね、飛んでるやつらは大丈夫だよね。どう攻めていくかだな。とりあえずセリカを、あれ、ここまでいけねえし。まあ、話せるやつらは話しておくか。ねえ、ボーイ。ん？こうやって旅をしていろんなもの見るのもいいけどさ、やっぱり私、島で海を見ながらのんびり過ごすのが一番好き。ボーイはどう？いきなりなんだよ。俺だって帰れるなら早く帰りたいさ。家族も待ってるしな。そうだよね。あ？なんだよそれ。いや、セリカ様と一緒にお城に残るっていう道もあるじゃない。ボーイはどうするのかなって。お前は島に帰るんだろう。うん。じゃあ俺もそうするさ。うるせえな、自分で考えろ。沼地で話すことかね。誰にも負けないわ。私調子。俺に任せる。こいつとかマジ進むの遅そう。レオとか。ああ、やはり沼地とかは進めないんだな。うん、任せとけ。調子いいぜ。ちょっとここで固まっとこう。あ、呼び出してくる系か。めんどくさいな。しかもガーゴイル飛んでくるからね。もうこいつもかよ。さてどうする。しかも動いてこないし。任せてちょうだい。まずはこいつをちょっと射程の外に置いて。任せて任せて。あと飛んでるくん、飛んでるくん。セリカも前に出すか。ぶっ倒してやるよ。話せるね。どうしたの、アトラス。戦闘中なのにぼんやりして。神官様。ああ、いや、ちょっと弟たちのことを思い出しちまって。あいつら元気にやってるかな。そう、会いたいでしょうね。そうだな。でもそんな甘いこと言ってられねえよ。さあ、さっさとこいつら片付けちまおうぜ。いつでもどうぞ。これ進むの遅いからさ、めちゃくちゃダメージ食らいそうなんだけど。うん、話せるね。あのさ、レオ。またあんたなの、カムイ。今度は何の用よ。こないだの話だけどよ、バルボさんがお前の理想と全然違ってたらどうするんだ。そんなことはありえないけど。そうね、だったらまた理想の人を探すだけよ。そうやってあちこち旅するのも楽しそうじゃない。お、
初めてお前と気が合いそうだな。ごめんなさいカムイ、気持ちは嬉しいけどやっぱりあんたはちょっと。だから違うって。バルコも話せるけどちょっといけないな。いやーガゴイルとかほんと鬱陶しいわ。ゴーク、マジかこれ。どうする、とりあえずこいつはなんとかしたいよな。この魔戦士も怖いんだよね。こいつの射程がここか。ギリギリのところでおびき寄せるか。これさ、渡り切るのにさ、人々20くらい削られそうじゃない？ちょっとどんどん進んでいこう。いやダメだ、ワープとかそういうのがないね。来たか、これはちょっとまずいぞ。おお、かした、危ねえ危ねえ危ねえ、ほんとに怖い。7、まあ、ガーゴイルはなんとかなるか。あんまり経験値にならないしな。やっぱり人間系を倒したよね、人間系を。レッチョ上がりと。うわ、こいつも呼び出してくんのか。本当にめんどくさい。強豪はクオクロット。手やりで攻撃かわされたか。こいつも手やりか。多少の犠牲はやむを得ない。ヒットポイント的なね、人的犠牲は出したくないけど、復活のね泉みたいなのがあったからね、最悪。この力が役に立てば嬉しいわ。よみがえらせることが、おお、そうか。まずは上陸を最優先にしよう。上陸の邪魔になるやつを排除する。だな。風魔の矢、魔法封じができるとか。うわ、魔法が効かないんだよ。そうだよ、エクスカリバーはクリティカルが出てなんとかっていう感じだからな。やっぱり攻撃で攻めよう。めちゃくちゃ経験値を持っている。おい、マジか、かわされた。ちょっとボーイも次の職にランクアップさせたいんだけど、てか倒せなかったし。いいね、上がりがいいね。次も来る、行けるよ。ちょっと回復できるやつは回復しとこう、今のうちに。助かったよ。こいつなんて2歩進めるか。
たよし、ナイスだ、よく顔した。覚悟、どうぞ。お姉様に任せなさい。いくつ食らうの？そもそも8か、割りかし食らうね。こいつもここから狙ってくるのか。あっぶね。回復しつつ、とりあえずねダメージは食らいたくない。ファルコンナイトになりたい。ファルコンナイトに。やばいな、次エストは回復させよう。これ本当にきつい、マジきついんだけど。回復するやつはまあ全然大丈夫だけど、やはり魔戦士を前線に送り込もう。だこいつの勇者の剣最優先で鍛えようかな。本当強いんだけど。ま、俺に任せとけって。これでね、魔法防御が1位とかでもいいから上がってくれれば全然いいんだけど、とりあえず上陸を最優先としよう。よし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 、いいわよ。魔法使い系を倒すか。はい、私って罪深いわ。あとは弓兵も邪魔だからね。いや、こっからまたあれを使うのは厳しいな。かじったパン、飲み水でも飲むか。あれ飲む。ごちそうさま。そこ、で、魔法防御の高いやつの方を前線に出したいんだけど、白魔法リブロ、こいつやばくねえか。死ぬぞ。あれ回復しなかったっけ。あ、風が家の盾だ。そんなもん装備させたな。次セリカで回復しないとまずいわ。次上陸できないんじゃないか。よし、オッケー。これはでかい。もう一人でも大丈夫ね。負けるわけにはいかないの。で、こいつも倒そう。倒すのが最優先。よし、お役に立てた。自慢の姉妹だわ。まあ、こいつはね結構魔法防御が高い子だから。痛い。でも9目なのか。これは12、大丈夫。切って、マジでいって、痛い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 、死ぬ死ぬ死ぬ。上陸できる？上陸できないよね。ってことはセリカで回復させないと死ぬ。指輪が足りないんだっけ。かわせ、あー、かわせなかったか。あ、そうか、こいつも白魔法が使えるんだ。とはいえ、とはいえセリカでも回復させとくか。ありがとう。で、魔戦士でぶん殴ろう。めった打ち。魔戦士がほんと強い。あとこいつをどうするかだな。いけるか。
聖女がいればな、みんな回復できるけど会話がすげえなこいつら。あのパオラ姉様、あら何、改まって、あのね、あの私の気のせいかもしれないけど、ちょっと気になることがあって。あ、何かしら。姉様、好きな人、好きな人いる？この群の中で。え？いや、なかなか個性的で素敵な人ばかりだからさ、姉様の好みに合う人もいるかなって思って。はあ、あなたね、私たちは遊びでここに来たわけじゃないのよ。そんなこと考えてられないわ。自分が幸せだからって浮かれすぎよ。ごめんなさい、エスト。私はね、カチュアとあなたと仲良くいられるのが一番幸せだから、余計なことに気を回さなくていいのよ。わかった？うん。うん、いけるよ。ハチか、ハチはちょっとまずいよな。みんなちょっとまずいよな、この遠くの沼地のせいで。よし、上陸完了。あとはあそこの3人だけか。で、こいつらまたどうせ呼んでくるんでしょ。めんどくせえな。痛い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 。リブロ使おう。これはもうセーバーを切り込ませるしかない。切り込み隊長いくぜ。大丈夫だよね。いや、あとは回復させたいやつが、ここもあれに入ってんのか、射程に。バルポとかな、とにかく遅すぎるんだよね。しつこいね。おらっ、おらっ、一丁上がりと。お見通しなんだよ。45% だからね、2回に1回はクリティカルが期待できる。まあ、ちょっと50にはいってないけど。まだまだ甘いね。撃墜数とかでさ、なんかエースとかないのかね。お見通しなんだよ。一丁上がりと。いや、マジ無双だな。あ、来た、こっちの方に。おお、狙えるやつは。おお、2回ともかわされた。 84% 2回かわされたって、ちょっとレアだな。勝てないって。どう、楽勝楽勝。これで次のターン、どっちか1体は倒せるからな、多分。ああ、しんどいね。まあ、こっちを倒すか。さあ、来らない。すげえ貧弱な格好してんな。それはこっちのセリフだ。バカな、このわしが。おお、すげえ経験値だ。おい、なんだ今の。
金金。これはもうちょっとセイバーに任しちゃおう。やってやるよ。さらばだ。もうこいつも結構経験値持ってんね。いつもこんだけ楽に勝てりゃいいんだがな。これだけの敵を相手にして楽勝だと言っているセイバー。やれやれ、終わったな。お疲れ様っす、本当に。さ、早く行こうぜ、セリカ。安定せよ。こちらだ。来るのだ。わしの元へ。ミラを、あの小僧を救いたいのならば。なんですって？あなたは一体誰なの？おい、セリカ、どこに行くんだよ。どこか向かうあてでもあんの？来たか、安定勢。運命の聖魂を持つソフィアの王女よ。あなたは？わしの名はジュダ、偉大なるドーマ様の第一のしもべ。あなたがジュダ？ではミラ様はあなたの元にいるのね。ああ、そうとも。安定ぜ、ミラを解放してほしくば、わしと取引をせぬか。取引？ああ、わしが欲しいのはお前だ。お前がその魂をドーマ様に捧げるというのなら、ミラを解放し、ソフィアへ返そう。なんですって？私の魂？そんなものが。なぜ欲しいの？安定せよ。お前はおかしいとは思わぬのか。このリゲル帝国とソフィア王国、二つの国を作った偉大なる神竜の異変を、ドーマ様は世界の均衡を崩すほどの力を求め、ミラはソフィアの国民が堕落するまで恵みを与え続けた。それはドーマ様の魂は竜の宿命である狂気に蝕まれておる。このままではこのリエルの地を道連れに滅びゆくしかないのだ。ソフィアの地がミラの不在によって枯れ果てたようにな。そんな狂気？ミラ様もドーマもこのままでは滅ぶしかないというの？そうだ。そこで安定せ、お前の魂が必要なのだ。ソフィア王家の血を引き、聖魂を持つお前の得難い魂、それさえあればドーマ様も生きながらいることができる。ミラも解放され、すべての民が救われよう。あのアルムとかいう小僧がこれ以上戦う理由もない。どうだ、悪い話ではなかろう。それは信じていいの？もちろんだが、今すぐ答えを出さずともよい。わしはいつでもドーマの塔で待っておるぞ。ここにいたのか、セリカ。一体何があったんだ？お前らしくもない。ごめんなさい。うん、セリカ、どうした？顔が青いぞ。なんでもないわ。さあ、先を急ぎましょう。セリカ。
うわ、また敵が増殖してくるパターンか。てかまああんな怪しいやつのこと信じらんないでしょここが何ドルクの砦で武器とか鍛えようとするとちょっと戻んないといけないんだな。その間にまた敵が増殖してきそうだな。ここら辺まで戻らないといけないからね、かなり遠いな。というところで、じゃあセリカパートはこれで終了して、また次回アルムの方をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。